ショッピングセンター型店舗スタジオアリスイオンモール、高知店、ロードサイド型店舗スタジオアリス葛飾奥戸店、株式会社スタジオアリスは、大阪市北区梅田に本社を置く、写真館チェーンを運営する日本の企業である。子供写真館、スタジオアリスを合計480店舗展開する、子供専門写真館の採用手企業。日本国外にも進出しており、 韓国に2店舗を出店している。この他、新コンセプトのスタジオアリスホルールやスタジオアリスベビーを運営している。かつては d p e 店をチェーン展開する企業であったが、1992年に子供専門写真館の1号店を大阪市淀川区加島にオープン後は、1994年に日本トイザラスと提携するようになり、本格的に同業体で、 全展開式を拡大。2001年に徳島県に出展し、全都道府県に出展を達成した。従来の一般的な写真館とは異なり、気軽に利用できる数々の工夫が施されており、出展場所として大型商業施設内を置く、店舗デザインは外から店内の様子が見える明るいものとしている。また撮影スタッフは女性を中心とし、時には 子供の緊張をほぐすために縫いぐるみを使って話しかけることもある。独特の料金システムも導入しており、各店に約500着用意されている貸子衣装は着付けやヘアセットも含めて無料、撮影料金は何カット取っても低額である。プリント料金は別途必要だが、撮った画像をパソコンモニターで見て気に入ったカットのみをプリント注文できるようになっている。 このような子供写真館は極めてユニークな存在であったが、近年では競合する子供専門写真館やまた、旧来の営業写真館でも同等、同様のシステムを導入するところが激増し、一般的に見られる業態となった。故に順調に成長してきた同社も、少子化、他店との競争激化に伴い苦戦、2005年度には既存店の売り上げが、 頭打ちとなる傾向が見られる中、出店数の増加やデジタル化の推進により、業績を向上。また、経費削減、効率化のため、2005年5月、写真プリントなどの現像書業務を行う子会社を設立した。2006年1月には、ウェディングドレスメーカーの株式会社マリモを完全子会社化し、撮影用衣装を製造し、中国にある関連会社で、 海外生産させることとした。同年2月には、繁忙期の要員手配などを目的として、人材派遣会社を設立した。2009年3月、創業社長である、元村昭治が、会長職に退き、社長に、元専務の河村弘明が就任している。2018年10月、1号店店長を務めた、牧野俊介が新社長として就任。 2012年にはディズニーキャラクター撮影を強化したディズニーキャラクター撮影パワーアップ店舗を出展し全国に37店舗を出展している。また2013年にはリックブルーナジャパンとライセンス契約を結びベビー用撮影として人気のキャラクターミッフィー撮影を導入。2013年よりスタジオアリスで撮影した客向けのウェブ総合サービスとして アリスイースマイルを開始。スタジオアリスで撮影した写真をウェブで注文でき、さらに自身が撮影したデジカメ写真も保存、プリント注文ができるサービスである。2014年には子供写真撮影で培った技術、ノウハウを活かしたカメラマン派遣、インターネットを使った写真販売などが行えるスクールフォートサービス、笑顔を開始。また、 子供写真館の新業態として、コルールを出展。大人向け写真館で得たノウハウをもとに、ブライダルや成人式撮影も加えた総合写真館に変更。同年11月には2号店として、グランツリームサシコスに出展している。2015年には、またニキママと1歳までの子を対象とした赤ちゃん専門写真館、スタジオアリスベビーを、 愛知県岡崎市に出展。また、ホルールーをスタジオアリスホルールーとし、関西1号店としてララポートイクスパシティ内に出展している。他にも同年は子育て中のママたちの投票にて選出される第7回マザーズセレクション大賞を受賞した。2016年の3月に経済産業省と東京証券取引所が共同で、 女性活躍推進に優れた上場企業を選定、発表する平成27年度、なでしこ銘柄に初選定された。また、5月には、人材領域で優れた新しい取り組みを積極的に行っている企業として、第5回日本 HR チャレンジ大賞、イノベーション賞を受賞。さらに6月には、女性活躍推進法に基づき、厚生労働大臣により、 エルボシ企業の認定を取得している。当社の子会社として、一家の企業がある。ありがとうございます。